木曜日はスポーツです。スポーツ文化評論家の玉木正之さんです。玉木さん、おはようございます。おはようございます。昨日画期的な、まあ、提案といいますか、はいはい、発表されましてね、はい、選抜高校野球に出る予定だった32の高校が、はい、夏に甲子園に集まって交流試合を開くということを日本高野連が決めたということですね。はいはいはい、うん、まあなんと言っていいのかね、私正直言ってわからないんですよ。あ、なんかいやいや、わかります、その気持ち。ま、僕もちょっとね、なんかえ、な、なん、なんなんだこれはっていう正直感じですね。そう、あの、おまけにこの猛烈に暑い時にですね、あ、なるほど、とにかく野球をやらせてあげたいという気持ちはわからないでもないんですけれども、うんうん、甲子園でやればそれでいいのかっていうことですよね。あ、何も新しいことが出てないんですよね。ですからその、まあ、開会式もなんか開会式リモートでやるってどういうふうにやるのかわからないですけれど、はいはい、今までの反省が一つもないんですよね。あのそれが阪神タイガースがですね、うん、あの夏の大会が中止になったので、うん、甲子園の砂をみんなにあの、はい、与えあげるということを言いましたよね、はいはい、まあ、それはそれでいいんですけれども、うん、あの砂キーホルダーになって売ってるんですよね。あ、そうでした。そうです、お土産ですよ。あ、でそれ、そういうのはが高校生のためになっているんでしょうかね。あ、なるほどね。だからもうそれはね、打っても別にいいと思うんですよ、人気がある、あるんだから、うんうん、そしたらそれにあのロイヤリティを上乗せして、うん、高野連がはっきり言ってお金を集めて高校生に還元すべきですよね。まあまあ確かにそうですね。高校生にっていうのは高校生にお金を還元するんじゃなくて高校のスポーツ環境、はいはい、教育環境を良くすればいいんですよね、うんうん、全体ですよね。で、まあ、あのこの番組でも何度か言いましたけれども、はい、放映権料も NHK からごっそり取ればですね、はい、何もあの甲子園とそっくりの球場を、はい、釧路の郊外とか根室の郊外ぐらいの涼しいところに作ることも可能ですよね。これ地方創生にもなりますよね。あ、なるほど。なあ、まあ、そういう発想がこのコロナで出るかと思ったら全く出なかったですね。とにかく戻そうと、ね、まあ、開会式をやろうとする、まあ、やろうとするときは開会式ができないのでリモートだって言うんですけれども、うんうん、あの開会式もね、自衛隊の行進ですからね。それもね、軍隊の 分裂行進をどうして、ね、スポーツ大会でやらなきゃいけないのかって、そういう理由も全くないですよね。うん、でそういうことを考えるきっかけになったはずだったのが残念ですね。ただ夏の大会に向けて地方大会で独自の面白い試みがあれば、うん、僕はもうあの期待してるんですけれどね。あ、そうですか。例えばあの強豪校と一般校に分けて試合をするとかね。そうか、まあ、もう甲子園、夢の甲子園だとみんな言ってますけども、4000校ぐらいある高校のうちのそんなの言ってるの100校ぐらいですからね。確かにね、全部が全部ね、現実問題、じゃあ甲子園目指すっていうのが現実的な目標かしたらそうじゃないでしょうからね。そうです。あと3900校ぐらいはそんなこと全然関係ないんですからね。あ、確かに、まあ、まあそういうことを考えてほしいと思います。なるほど、そうですね、はい、まあ、高校野球はそれですけれども、あの、はい、オリンピックはなかなか面白い方向に行ったみたいですね。ね、あの IOC と大会組織委員会が簡素化することで合意したということですね、はい、そうですね、シンプルなこと、シンプルを目指すということで、はい、競技に参加する選手の数の削減を求めるということですね、はいはい、これ各競技団体に対して求めるんですね、うん、これはなかなか面白い試みですね、うんうん、ただあの競技によっていろいろできるできないっていうのがあって、はい、例えば柔道とかレスリングとか、うん、それから、7人制ラグビーとかっていうのはこれは果たしてできるかどうかまだ分かんないですよね。そうですね、競技減らすってことでしょう。ですよね。そういう時にはオリンピックに出場する、まあ、数を限られた選手が東京に集まって、子どもたちに教えてもいいんですよね。それもオリンピックの一環だっていうようなことを打ち出してほしいだと思いますね。それからオリンピックですからやっぱり選手村に絶対に入ること、はい、これを条件にしてほしいですね。うん、参加人数を絞るんですから、はい、全員が選手村に入って、うん、各
各国の人々がそこで友好関係を築いて世界平和につながると、うん、あ決してそのなんどっかのホテルを借り切ってですねメダルを狙うというような、うん、そういうような人だとたちとか国が出てこないことを祈りたいですね。そうですね。その辺もどういうふうにねそのいろんな国との交流っていうのもまだ新型コロナウイルスの感染がどうなってるか分かんないですけど、はい、そういう不安がある中でどう考えるかですよね、組織委員会とか IOC がね。シンプルなものにするというのをはっきり打ち出しましたからね、はい、これに沿ってやってほしいですね。そうですね。ただあのこのなんて言いますか位置づけその他発表されたものが A4 の紙で5枚あるんですけれども、はい、この5枚の中に世界平和という言葉が一言も出てこないっていうのが、あ、そうですか。果たしてではオリンピックの理念に合ってるのかなっていうことですね。それともう一つは関連イベントも縮小するって書いてるんですが、はい、やっぱりこれは関連イベントと書かずに文化プログラムと書いてほしかったですね。あ、オリンピックは文化プログラムもと競技とか2つ揃っていてオリンピックですからね、うん、なんか競技のことばっかり書いてあるようでそこのところが心配ですね、うん、なるほど。で私はあの一番心配しているのは團十郎さんの襲名披露がいつになるかっていうのそれを心配してるんですが、本当だったら終わってますよね。そうなんです。そうです、5月じゃなかったっけ。やってる最中ですね。あ、ちょうどやってるぐらいか今。はいはい。あ、そうか。これもあのオリンピックを盛り上げる一つのイベントだというふうに私は考えてたんですけれども、さてどうなりますことやら。そうですね。ただオリンピックが縮小されるっていうのはこれは以前から言われてることで、コロナがあるからやるっていうよりも縮小した方がいいんだっていうことでやってほしいですよね。なるほどね。はい、玉木さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも失礼しました。スポーツ文化評論家玉木雅之さんでした。